はい、皆さんこんにちは。今日は2015年5月28日木曜日です。ですね、今日は28日木曜日、木曜日ということはゲームの発売日、発売日ということはこれが出る日、そうです、サイコパースの、Xbox One 版ですね。One 版というか、まあ Xbox One でしか販売されていませんっていう感じですね。なんかもう Xbox は昔のドリームキャストとかね、セガサターンのように結構マニアックソフトを出すように路線変更したのかわかんないけど、出ました。ということで、まあ僕はね、この初回限定版というか、限定版なのかな、を購入しました。で、予約特典として、Xbox One に貼るステッカーですね。とプレミアムディスクってものがついております。サイコパス結構ね話題になったと思うんですが、皆さんご存知ですか？映画化もされております。これがね一応ステッカーになってて、今ね私の Xbox さんは埃まみれなのであれなんですが、こんな感じでね、なんか説明書きがあります。デカールは熱に弱いので、本体の上に別の放熱する機器を乗せないようにって書いてありますね。で、あとは特典ディスク。これサイコパス確かね、アメリカのネフレックスで見れたかな、まあ、フールみたいなね、やつ確か見れた気がします。なので、アメリカでも多分結構有名なアニメなんじゃないかな。まあ、よくはないけど、YouTube にサイコパスの字幕版とか結構上がってますからね。これ、ブルーレイディスクですね。これは、普通のアニメと考えていいんでしょうね、多分。って感じです。サイコパス。これがね、予約特典になります。ではね、早速こちら、ディスクの方を開けていきましょう。真相にたどり着いたとき、彼らの選ぶ答えとは、と書いてありますね。もうね、全くゲーム内容分からずに買っちゃったんですが、これどういったゲームなのかな。一応ね、キネクトモーションに対応してるって書いてありますね。はい、中はね、こんな感じですよ、こんな感じ。もうサイコパスファンには、よだれものみたいな。多分これ海外のファンの方が欲しいって言うんじゃないの、これ。この設定資料集みたいな。見えますか？こんな感じで。結構分厚いですよ。72ページぐらいあるのかな。で、もちろんソフトですね。Xbox One。で、あとは、なぜか Xbox One が勝手に起動した。あ、そっか、今 Xbox One って僕が言ったからか。あ、びっくりした。びっくりした。サイコパスでなんか反応するのかと思う。で、さっきのね、冬版をお見せしたと思うんですが、こちらにね、夏版が入っております。プレミアムディスクですね。これ開けていきましょうか。で、このボックスに、まあ、初回買った方には、初回というか予約特典の夏とね冬を入れることができますせというボックスですね。よいしょ。こんな感じで、これで2つ揃うと感じです。これ時間がこっちが50分、こっちが35分になってますね。裏面はこんな感じです
ですね。はい、こんな感じになっております。ですね、これ初回というかこのボックス限定版の方が価格がね9000円ぐらいになっております。まあね、ブルーレイが2本、まあ、多分予約特典も初回で買えばついてくるので、DVD じゃなくてブルーレイ2本付きで9000円だと、まあ、日本のアニメのブルーレイ高いんで、それを考えれば多分3000円引いて本体の、まあ、ソフトが5、6000円なので、6000円ぐらいかな、ソフト。なので、まあまあ得だと思いますね。うん。普通にこの、例えば50分のアニメを買うと、だいたい6000円とかね、ブルーレイしますから、そう考えれば、お安い、お得なセットになっております。ぜひね、サイコパスファンの方は、まあ、ここで言わなくてももう買ってると思うんですが、ぜひね、悩んでる方はね、急いで買った方がいいかもしれません。Xbox One だけで多分ソフト数が少ないし、初回版はね、もちろん生産数も少ないので、ぜひチェックしてみてください。今のところ Amazon 等でもね、まだ余ってるので、まあ買えるんではないかなと思います。逆にもしかしたら結構ちょっと経ってから在庫処分で余ってたら売れるかもしれない。売ってるかもしれない。そこら辺はね、なんとも言えません。ただ、ファンなら買ってくださいよってことです。ぜひね、もし買えば、プレステ4に移植されるかもしれないし、ぜひね、買ってみてください。はい、ということで今日ご紹介したのはこちら。Xbox One 専用ソフトサイコパス選択なき幸福。まだね、サイコパスを知らない方はぜひね、レンタル DVD などを借りてチェックしてみてください。映画版の方もね、もう少ししたら発売されますので、そちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。とてもね、音楽もかっこいいし、このね、内容自体もね、とても面白いのでね、ぜひチェックしてみてください。ということです。それでは皆さん、良い一日を。